レーシングドライバースーパー GT というです、ね、日本国内最高峰のレースにも出ております。出たことあります、久保凛太郎選手でございます。若い、一番若い感じ。ここと弘樹が同い年。同い年。おいくつぐらいなんですか？27です。私と一緒だ。ダメ、えなこ世代。えなこ世代ですね。えなこ世代。よろしくお願いします。こちらはFT86 になります、はい、フォックススピードどれくらい出ます？これでだいたい230-240キロぐらい。230キロ、はい、でも230-240キロ出すことないですよね。え、あります。マジですごい。どこで？サーキット。ごめんなさい、素人みたいな。いや、いいんです。全くわかんないですね。いや、普通出さないですからね。出さない。うん、この車はさっきの藤野さんとは全く違って、はい、サーキットを走るレーシングカーになります。なのでドリフトはしません。もうスピード系。もうそうです、レースのみですね。中もいいですか？はい、です、もちろん。そうです。で、耐久レースをメインにしてる車で、長い時は24時間です。ガソリンは、積みますね。で、この車はもう完全なレーシングカーなので、ガソリンのタンクの場所も変わってます。このタンクは使えなくなったんで、このトランクが全部ガソリンタンクになってます。いっぱい入るようになってるんですか？そうです、全部で120リッター入ってます。120リッターすごいっすよ。でも120リッターはだいたい20秒ぐらいで。給油？そうです。早っ！そうです。グーッとかって、で入っちゃう。でもレーシングカーってことですよ、はい、やっぱりそのガソリンを積めば積むほど重くなるじゃないですか。はい、確かに。でこれ、まあ、でも積んだ方が給油は楽は楽なんでしょうけど、はい、そこが絶妙な。そうですね、そうですね。ところありますよね。1回給油すると大体2時間半ぐらい走れる。はい。で、24時間のレースだと2時間半ずつこうピット終わっていったりすると、ピットに入る時間がその分ロスタイムになってしまうので、ピットの数少なくするためにもガソリンはいっぱい。なるほどね。いやー、クソ駆け引きもあるんすかね。そうですね、ありますね。そういうふうに計算をされた、耐久用に計算をされた車になってると。24時間どこ走るんですか？静岡にある富士スピードウェイを24時間ずっと。ね、食事は、ドライバーがだいたい4人ぐらいいるので、それを交代して。そうな質問でいいですね、非常に。トイレとか行くと交代して走る。みんなちゃん、ぶっちゃけ漏れたことはさすがにない？ギリギリなことはあります。これ中でレース中は音楽とか聞いてていいですか？はい、余裕がない。そんな余裕ないか、はい、で本当は助手席もついてないんですけど、今回は特別につけてきたので。ついてないんですね。はい、乗ることができます。これどうですか、このホース。全くの密封になってしまうんですよ。で、このレーシングカーの中ってだいたい60度とか、車内温度になるんですよね、暑い時だと。クーラーつければいいじゃないですか。重くなっちゃうの。クーラーを皆さん外すんですよ、はい、マジで外しちゃうんだ。なので、窓もレース中は自分ではなかなか開けれないんです、はい、なので、もう暑くなったらもうこれ頼み。もうほんと簡易的な。そうなんです。こんな最新マシンなのに、ここめっちゃ快適なんですよ。面白いね。そうなんですよ。なるほど、はい、でこのチームはディーラーさんがやってるチームなので、はい、個人オーナーというかね。そうです、そうです、うん、茨城県にあるカローラ新茨城さんがやってるレーシングチームなので、普段ディーラーとして参加してるスタッフがレースでもメカニックをしてる。へえ、すっげえ何でもできるね。そうなんですよ。その耐久レースって、その一人で耐久じゃなくてマシンの耐久だね。もちろん人もそうだけど、だ交代するんだ。そうなんです。ドライバーは寝れるんですけど、メカニックは24時間。そうか。逆に言うと、その前から準備して撤収まであるので、だいたい40時間ぐらいになる。相当頑張ってもらわないとダメなんですね。そうです、そうです。僕は、はい、なるほど。いや、面白い。いや、そういうマシンでございます、はい、ありがとうございます。続いてありがとうございます、はい。今回の特番も有事配信の YouTube チャンネルにて放送予定。放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。チャンネル登録よろしくお願いします。